ありがとうございます。平日にもかかわらず、この綺麗な顔を間近で一目見ようという方がですね、お忙しい中、ありがとうございます。集まってくださいました。トトマルをいっぱい作ってきました。このトトマルの裏にですね、お題が書いてありますので、このお題に沿ってちょっとお話を伺っていくことにしたいと思います。あれ以外、あれ以外、おお、いいの来ましたね。トークテーマ、ガマゴーリ。ガマゴーリは本当にデビューする前から印象に残ってもらってて、うん、まあ、デビューしてからもちょこちょこ読んでもらってるんで、うん、すごく頑張りたい水面なんですけど、はい、頑張りたい水面なんですけど、見えないところにしまいました。